それでは時間になりましたので、知事の定例会見を始めさせていただきます。まずは知事から発表事項の説明をお願いします。はい、私の方からは冒頭2点、オリンピックの関係で報告をさせていただきます。まず1点目、お手元の資料を見ていただきますと、ソウル市のコールによる韓国訪問についてということであります。これは私自身が参るわけではありませんが、今ソウルとはこの資料の一番下にありますように、韓国交流キャンペーンの協定を結んでいるところであります。そのソウル市からお声掛けをいただいて、今回ピョンチャンオリンピックが開催されるということもあり、その開会式への出席、そしてソウル市と姉妹、今友好都市関係にある市を招いてということでの遊米の招待をいただいたところであります。残念ながら私自身は公務の予定が重なっておりますので出席はかないませんが、なんとかこの交流というものは持続発展をさせていきたいと、そういう思いから神原副知事に代理として出席をしてもらうこととなりました。具体的な日程なり行事についてはそこに書いてある通りでありますが、もちろんピョンチャンオリンピックの歓迎レセプションなり開会式、これも重要でありますが、そのソウル市の姉妹友好都市の遊米というところですね、これはこの観光交流キャンペーンは、平成27年の11月に提携をしたものでありまして、相互にソウル市民と宮崎県民がお互いの相手の場所を訪れたときにさまざまなメリットを提供するというところであります。こういったものを現在パク市長からの提案もいただく中で、姉妹都市関係にある東京北海道とは結んでおったということですが、それ以外の団体としては初めて締結をしたところであります。またこの姉妹友好都市の遊米につきましては、パリとかイスタンブールとかですね、そうした友好都市関係にある市長さん方も来られるということで、ぜひそういう場所に行っていろんな交流を深めてまいりたいという思いも個人的にはあるわけでありますが、神原副知事にそこは担っていただきたいというふうに思っております。また本県とソウル市は一番下にありますように小中高生のホームステイ等を通じた相互交流事業なども行っております。この冬場の時期、ソウルからの直行便、今週8便で運営をされているということであります。交流という面では国と国との間ではさまざまな課題があるということはありますが、こういう草の根での、また地方レベルの交流というものは、ぜひ積極的に推進をしてまいりたい、そのような思いでの韓国訪問というご報告であります。で、2点目であります。フラッグツアーですね、東京2020のオリンピック・パラリンピックフラッグツアー、今、各県で行われておるところであります。これはすでにプレスリリースをさせていただいた内容でありますが、3月3日に歓迎イベントが行われ、下にありますようにこの3月29日までフラッグが県内各地で展示をされるということであります。このフラッグツアーは本県は全国で22番目になるということであります。東京オリンピック・パラリンピックを全国にその効果を及ぼしていく、そして全国でこの機にですね、国際交流などのきっかけにしていくという思いでのこのフラッグツアーであろうかというふうに思います。スポーツランド宮崎を掲げる本県とおりましても、合宿の受け入れ、またこの機に宮崎としてもこの東京オリパラに貢献をしてまいりたいということを申し上げているところであります。ぜひこのフラッグツアーなどをきっかけに、県民の間での機運の高まり、いよいよ2年後に本番が迫ってきたところでありまして、それに向けてさまざまな盛り上げに取り組んでまいりたい、そのように考えておるところであります。はい、私から冒頭以上であります。それでは発表事項について、まず幹事社の朝日新聞からご質問させていただきます。はい、フラッグツアーについてなんですけど、はい、全国で22番目というのはその県で数えて22番目なのか、その市町、県ですね、県ですね。はい、あと入場に申し込みが必要で定員になり次第締め切りとありますが、何人が定員なんでしょうか。はい、どうぞ。はい、はい、総合政策課でございます。定員につきましてはメディキット文化ホールですね、
県民文化ホール の, 演劇ホールを借りておりますので、ここの定員に達するまでということでございます。一部関係者用の席は用意いたしますけれども、およそ900人程度は収容できるものと考えております。ありがとうございます。幹事社以外からご質問ありますか。はい、よろしいでしょうか。では発表事項以外についてのご質問です。はい、延岡市長選についてお伺いしたいんですけれども、はい、知事が応援に行かれた永山さんが500票差で落選されたという、はい、この結果について知事としてどう受け止められていますでしょうか。延岡市民が読谷新市長を選択されたところであります。今日就任でありましょうか。ぜひとも市民の期待に応えていただいてですね、姿勢を進めていただきたいなという思いがいたしております。で特に、いろんな団体が永山候補の応援になっていたということでありますが、しっかりと姿勢を進める上でそういう関係団体との連携というものはもちろん県も含めてでありますが大変重要なことでありまして、しっかりとこの選挙の後一つのリセットをする中でですね、関係を構築をして連携を深めていっていただきたいなという思いがしております。知事自身が永山さんの応援に行かれていたことは、その延岡市長選にとってそのプラスに働いたのかマイナスに働いたのかというところはご自身でどう振り返られますか。さあ全体的な、これさまざまなものが影響しているというふうに思っております。私が応援に行ったから負けたんですか、そういうことが。私の応援というのはこれまでも申し上げましたように、県職員部下として働いてきた永山さん、その能力を高く評価をしてですね、もちろん読谷さんも総務省の先輩でありますし、大変能力の高いまた情熱にあふれた方ということは重々承知の上で、同じ優秀な方であるという認識のもとに、永山さんがこれまでの実績、県庁での実績、それから特に県内外でのいろんな人脈を築いておられるということで、即戦力ではないかという思いのもとに応援をしてきたというところはあります。ただ今回市民はそういう特に刷新ということを求められたのではないかというふうに結果を受け止めておるところでありまして、そしてこの読谷市政に対する期待というものは先ほど申し上げましたが、しっかりと県も含めていろんな連携をですね、深めさせていただくことができればというふうに考えております。今回読谷さんが市長になったことで県との連携に関して県政の影響というのは特にないでしょうか。いや私自身はぜひ引き続きですね、これまで同様特に国県省村また関係団体との連携というものを非常に重視した取り組みを進めております。延岡市がインフラ整備というものが大いに進んで今活気が出ている中でですね、非常に重要な局面で市政を担われるというふうに思っておりますので、冒頭申し上げましたように県も含めたいろんな団体との連携ということをですね、力を合わせるということは大変重要な課題ではないかというふうに思っております。読谷新市長にお会いする機会があればですね、ぜひそういうところも、こちらからお願いをしたいなというふうに思っております。幹事社以外からご質問ありますか。はい、NHK です。JR のダイヤ改正についてお伺いします。はい、JR 九州の青柳社長、先月26日の会見で、改善策をできるだけ行っていくと述べて、列車の減便の見直しを示唆しました。まずこれについて知事の受け止めをお願いします。そうですね、県も含めてさまざまな団体、それから九州他の県も同様でありますが、今回の減便の方針について、見直しを求めてきたところであります。そういった声を、受け止めていただいたのかという思いがいたしておりますが、まだ具体的な内容についてはまだ判明しておりませんが、これまでも申し上げておりますように、
この JR、それからもういろんな各県にしましても、公共というものを担うパートナーであるという認識のもとに、今後の鉄道運営をどう考えるかというのはですね、しっかり連携を深めていく必要があろうかというふうに思っております。私ども県としましては、今回の減便の方針により県民生活にいろいろ影響があるということを具体的に JR にお示しをして見直しを求めているところでありまして、社長のそういう方針というものを受けてですね、できる限りの歩み寄りということができればというふうに今考えております。ありがとうございます。今の、お発言の中で、その後 JR から具体的な見直しの内容については連絡がないよということだったんですけれども、今、はい、社長の発言を受けても、1週間ちょっとですか経っている中でも、その具体的な内容の連絡がないことについてどう感じかということと、今後ですね、ダイヤ改正の発まで、1ヶ月ちょっととなっていますが、それについて今後 JR 側にもどういったことを改めて求めていきたいかお願いします。そうですね、ダイヤ改正という締め切りといいますか、期日が切られているということでありますので、それに間に合うような作業というものが必要になってこようかというふうに思っております。全体がどういうスケジュールでこのダイヤというものが決まっていき、最終的にいつまでがデッドラインなのかというところまで今正確に把握しているわけではありませんが、我々は引き続き同じスタンスで、これまで同様に同じスタンスで見直しを求めていっているというところであります。今後とも JR 九州とはですね、いろんな形でコミュニケーションを図りながら、具体化をしていくことができればと考えています。あとですね、はい、その同じ日の会見で、ワンマン運転、特急のワンマン運転については、そのダイヤ改正から実施していくよということも正式に表明されたということなんですけれども、これまでそのこちらについても見直しというか、ワンマン運転するなということを求めてきたと思うんですが、それの、方針について知事の考えは。そうですね、これまで報道でそういうような方針もあるというようなこともちらちら伺っておりますが、正式に JR 九州から私どもそういう説明は受けていないところであります。これはしっかりと説明を求めていきたいな、どのようなお考えであるのかというところですね。はい、全体的にその JR 側からの説明、会見で発言があった後も JR 側からその連絡とか説明もないということを、ダイヤ改正減便もワンマン運転もということなんですけど、改めていかがですか。そうですね、もっと双方の意思疎通なり情報共有を図っていく必要があるのかなというふうに思います。JR 九州は JR 九州でいろんなスタイル、仕事のスタイルがあるのかなというふうに思っておりますが、我々がよく把握しない中で、状況をよく説明を受けていない中で、記者会見での情報なりがですね、報道を通じて我々知りうる状況というところ、もっともっとしっかりと情報共有できるようなお互いの関係というものを築いていく必要があるのではないかと、そこのことは切に感じております。ありがとうございます。宮西新聞です。はい、国体施設整備に関してですね、はい、県体育館の整備で、延岡の読山新市政とのですね、はい、連携のあり方というところが一つのポイントになってくると思うんですけども、知事自身のご考えをまずお聞きします。そうですね、今体育館の話がありましたが、さまざまな行政課題というのは継続をして今取り組みを進められているところであります。市政の刷新というものを強く打ち上げられるというところはありますが、行政の継続性という部分も重要なことになろうかというふうに思います。その内容をどのように新市長が判断をされるのかというのに大変着目をしているところでありますが、県としてはこの体育館については今方針変更というものはありません。ぜひ延岡市と連携をしながら良いものを築いていきたいというふうに、そういう思いであります。具体的に今延岡市とですね、協議をして例えば方針の変更なりですね、そういったものが考えられるのかどうかというところ、今現在情報収集していらっしゃるような段階ではないんでしょうか。まだ今からいろんな具体的な新市長の方針が出てくるんだというふうに思っております。私どもは当然、市として、同様の継続の方針でですね、取り組んでいただけるものと期待をしておるところでありますが、しっかりお考えを伺っていきたいというふうに思っております。延岡市長選に関連してですけれども、はい、
知事選への影響というのはご自身としてはどういうふうに見られているか伺っていいでしょうか。ですね、すぐにそこまで思いが至っておりませんが、いずれにせよ、選挙うんぬんというよりは県政を進める上での市との連携というところに今頭がいっております。そのことをその知事選の時に県民がどう評価をしていたか、そこが大事なことではないかなというふうに思っております。はい、新日本新聞です。はい、延岡市長選の関連で、はい、落選された永山さんですけれども、先ほどお話しあったように非常に県庁での実績も豊富であるということで、今後ですね、例えば県の外郭団体等々県関連の機関に登用するお考えがあるかどうか教えてください。いや、具体的にそのようなことを今考えておるわけではありません。ただ正直な話、もったいないなという思いであります。あれだけの経験能力を持った方というものはこれからどのような活動をしていかれるのかというところはまたお考えを伺ってみたいという思いがありますが、いろんな形でやはり地域に貢献をしていただきたいという期待は持っております。はい、すいません、宮西です。ちょっと市長選でもう1点だけ伺わせてください。今回の結果があってっていうところもあるかと思うんですが、知事という立場で、自治体の首長選にこう、応援に入るっていうところに関してですね、あれはどうだったんだろうかっていうような見方も一部こう良かったんだろうかっていう声も身にするんですが、その点知事はどんなふうにお考えでしょうか。はい、そのことについていろんなお考えなりご指摘があるのであれば真摯に受け止めたいというふうに思っております。ただ私としては永山さんに対するスタンスは先ほど申し上げた通りであります。それは延岡市にとっても、県としてもよかれということを思って自分なりにおかん考えを説明をした通りであります。ただ延岡市民はこう別の選択を刷新ということで選択をされたというところは受け止めておるところでありますが、ありがとうございます。すみません、政務の方になるんですけど、はい、知事選に向けてだと思うんですが、後援会事務所の体制を今拡充されているふうに思うんですが、その目的とかをちょっと伺えますでしょうか。目的とかいや知事選に向けて拡充されるそれはその知事選ということもあります。もともとそうですね、少し細かい話になりますが、事務局次長はいて、局長が不在というような体制もありました。またやはり県下全域、私自身は公務を含めていろいろ回っておりますが、後援会の活動としてなかなかそれぞれの地域に回ってというところをですね、思う通りにこう活動できなかった部分があるという前からの問題意識があるところでありまして、そこを埋めるべく今そうですね、いろんなスタッフの拡充にも取り組んでいるところです。はい、すみません、全く別の話なんですけれども、はい、よろしいですか。はい、ごめんなさい、海老野高原に県が設置した火山ガス の測定器についてなんですけれども、はい、氷点下では、使用できないタイプだということが分かりました。で、この時期も含めですね、年間4分の1ぐらいは朝の気温が氷点下というところで、こういったことになっているということですけれども、例えばその自動測定器を変えるとか、今後の対応について知事どのようにお考えでしょうか。そうですね、このようなご指摘をいただいたことに私どもありがたく思っております。これまで手動測定器ですね、それが6台設置をされていた。ただ海老野高原における火山ガスのこう測定の重要性というものが高まるということで、さらにプラスアルファで自動測定器も導入したわけでありますが、氷点下で機能しないというところが判明したところですね。そのプラスアルファで100期待してたのが6割7割しか稼働しない、そういうことになろうかというふうに思っております。ただ昨日もここで霧島山火山
防災協議会がありましたが、その時でもこの海老の高原における火山ガス対策というものが大変重要だ、その観測そしてそれを伝達していく仕組みについて昨日議論がされたところでありまして、この氷点下で機能しないこの自動その部分ですね、これも慌てて導入してそういう機種だったわけでありますが、ぜひ氷点下でも稼働するようなものというものを今ちゃんと設置する方向で準備をするように指示をしたところであります。いつということで今目処が立っているわけではありませんが、繰り返しになりますが、そこの問題点の重要性ということを受け止めてですね、さらなる拡充を図っていきたいというふうに考えております。すいません、昨日佐賀県で自衛隊のヘリが民間に墜落というのがありましたけれども、宮崎県として駐屯地基地もあるところで、要請と何か特別な対応がありましたら教えていただけますか。はい、今回の事故、犠牲になられた方もいらっしゃるということでご冥福をお祈り申し上げます。また近隣の皆さんに大変な不安なり大変な事故だというふうに重大に受け止めているところであります。やはり安全というものが大変第一であろうかというふうに思っております。ニュータバル基地を抱えている本県にとりまして、日頃から安全の徹底というところを強く要請をしているところでありますが、改めて機会を捉えてですね、県からもそういう要請をしてまいりたい、要請と、なんか正式に何か文書を出すということよりも日頃のコミュニケーションの中でですね、引き続きそこを徹底していただくようお願いをするというところの思いであります。いずれにせよ今回の原因というものを特に整備後のものであったという話でありますので、どういったところに原因があるのか、またその運用面でも課題があるのか、その飛行ルートを含めてですね、そういうところもこれから検証がなされるということで、そこは注視していきたいと考えております。はい、先ほどの話に戻ってしまうんですけれども、海老の高原の測定器の件で新しいものを設置する方向で指示を出されたということなんですけれども、はい、これいつどこにどういった形で出されたか、はい、それちょっと具体的に話しますね。まだ目処が立っておりませんので、その方向で今準備をしているということですね、はい、どういう機種があるのかも含めて、はい、指示自体はいつ出されたということですか。これが明らかになってからですね、説明を受けまして、はい、それは必要なんではないかということで指示をしたということになります。その明らかになったのが本当に報道がきっかけだということで、さっき感謝を申し上げたところであります。しっかり我々どもはですね、そういったところを把握した上で、そういう体制強化を取り組むべきでありましたが、そこが十分分からなかったということであります。はい、読山市長とお会いする予定とか、はい、その一緒に会って話をする予定とかっていうのはあるんでしょうか。今具体的に予定があるかどうかというのは私把握しておりませんが、もちろんこれからいろんな場面でお会いする機会もあろうかというふうに思います。総務省の年次でいうと2つ上の先輩になります。これまでも大変いろいろお世話になりましたし、振り返ってみましたら読山さんが子どもールですかね、延岡で開業された時も現地に行ってはい、そのオープンのイベントにも参加をしたということもありますし、はい、ぜひ連携を深めるということをお願いしていきたいというふうに。テレビ宮崎です、はい、宮崎市長選挙の方では、はい、栃木現市長が、その現職だとの栃木市長が、アリーナ構想というものを挙げて、話題の一つになったかと思うんですが、これについての知事のお考えと、
市長は今後その県や国との連携ということをおっしゃっておられますが、どういう形で関われるのか含めちょっと教えていただければと思います。はい、これはアリーナ構想に対しては大変関心を持っているところであります。ただ具体的なイメージですね、どういう場所にどういう規模のものをどういう整備したい整備手法になるのか、財源はどうするのか、まあ、そこを具体的に今から市の方で詰められるんだというふうに思います。そのが明らかになることによって県としてのどういう連携協力があるのかというところが明らかになってこようかというふうに思います。これは以前もこの場でお話申し上げたかもしれませんが、やはり県庁所在地にそういう、まあ、運動のみならずスポーツのみならずいろんなイベントもできるようなアリーナというものが、まあ、他の県にはあると、まあ、そこは非常に羨ましいといいますか、もし宮崎にあればそれは地域の活力になるのではないかという、そういう意味での一般論としてのですね話はしたことがあります。そういう思いで今回、栃木市長が構想で掲げられたことに関しては非常に関心を持っておりますが、まあ、具体化はこれからだというふうに受け止めております。新というのは、まあ、前向きな意味での関心ということでいいですか。そうですね、はい。ただもちろんそれ事業費がどれだけかかってそれがどういう負担になるのかというところを市民の皆さんも懸念しておられるというのがアンケートなども示されたところであります。それはやっぱり具体化してないというところがあろうかというふうに思います。まずは素案を示していただいて、それに対して、まあ、県としてどういう協力ができるのか、また市民の方がどう判断されるのか、まあ、それはこれからのプロセスであろうかというふうに思います。はい、あと JR なんですけれども、はい、まあ、その確かにJR 九州の青柳社長は、まあ、その削減方針を見直したいということを、はい、記者会見の場でおっしゃって、まあ、具体的に自治体とも話していきたいとおっしゃったんですけど、宮崎県にこの今の段階では具体的な話は来てないということでよろしいわけですよね。はい、まだ具体的な、はい、ということを考えると、まあ、その対象にはどうやらなってないのだと考えてもよろしいのでしょうか。いや、そこはそうとも受け止めておりません。いずれにせよ近々ですね、いろんな形で意見交換なりコミュニケーションを図っていき、お考えというものを伺っていきたいというふうに思います。地元としてはこのままのダイヤでは困ると、見直し改正案として出されたものでことが進んでいくのは困ると、はい、ただそれに対してそういう声が九州各県から出てきて、社長は削減方針をちょっと見直していかなきゃいけないと言ったけれども、まあ、1週間以上は経っているのかなと思うのですけど、まあ、沙汰がないということであれば、まあ、例えば九州の他の県ではこういう見直し案が示されて、宮崎では全然音沙汰ないんですよということになれば、確かにあれということになるかもしれませんが、今九州の他の県でも具体的なその次の案として示されたというところまでは情報を伺っておりません。ただ先ほどご指摘ありましたようにダイヤ改正という締め切りが迫る中で、どのようなスケジュール感でこの議論ができるのかというところはですね、改めて我々の方からも情報を促していきたいというふうに考えております。今のに関連してなんですけれども、はい、ここまでその連絡が何もないということで、その青柳社長並びに JR のその見直すダイヤ減便を見直すということの本気度について自身どうかなまあこういう言い方したらあれですけど、その、まあ、会見で言っただけで実際はこのまま進んじゃうんじゃないかっていう懸念ですとか、そういったのっていうのはありますか。はい、まあ、まずは最初の方段階ではですね、私どもが声を上げた最初の段階では見直す方向にはないというような、まあ、回答をいただいておったものですから、それと比べますと少し歩み寄っていただいているのではないかなという期待は持つわけであります。まあ、その後のそのスピード感ですね、そこについての今ご指摘であろうかというふうに思っておりますが、先ほど来繰り返しになりますが、その締め切りが迫る中でのそういうトップの方針をどのように具体化していくのかということについてですね、まあ、協議をなり情報意見交換をしていくことができればというふうに思っております。
よろしいでしょうか。はい、では会見を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。